はい、日本海側の留萌市です。今私は海沿いの国道231号沿いに来ています。依然として雪は断続的に降り続いています。そして私の後ろ、今雪山があるんですが、その奥に日本海が広がっています。この日本海からの風が非常に強く、細かい雪がバチバチと顔に当たって時折目を開けているのも大変な状況です。留萌市では今日午前3時に最大瞬間風速 22.8 メートルを観測しています。この強い風で雪が運ばれてきて、こちら温暖歩道なんですけれども、ご覧のように大きな吹き溜まりになってしまっています。こうした状況、市内の至る所で見られまして、私たちも先ほど取材中に車のタイヤが埋まってしまい、一時身動きが取れなくなってしまいました。留萌市では引き続き地吹雪や局地的な大雪に警戒が必要です。車を運転される方、また外出される方、道路の状況非常に悪くなっています。十分注意してください。以上、留萌から中継でお伝えしました。